お札ついてるんですけど。お札。どうも。あった。消します。ありがとう。どうも。ハッピーバースデー。こんにちは。どうも。そうです。昨日はご飯食べた。サメカツナの感想は？サメカツナおもろかったよ。ありがとう。私すごい好き。え、あのね、マミウム公園でも言ったんだけど、なんかサメカツナ公園ってすごいバラエティ豊かなのよ、曲が。すごいね、そこやっぱファンの方からしたらさ、こうね、それこそコールしたくなるような曲もあれば、かっこよく決める曲もあるじゃない。コールしたいよ ね、したい曲たちだよね。だし、そのなんだろう、サメカツナのこと好きな人はそのサメカツナの MC のわちゃわちゃも好きな人たちだと思うから、うん、そうだからもう何しても多分楽しんでもらえるよっていうタイプは背中を押してね。いや本当に普通に素直にそう思う。サメカツナのそういうところが好きねー。わーい。じゃあマミムメモの大好きなところ。うん、言って。やっぱり。まずもう、曲がいい。うん。あと3人の歌声がすごい。本当に？どうすごいの？あれだよね。パワフルで。うん、あの劇を見ているような感じですね。なんかもう、一つのストーリーみたいな。お、よくお分かりで。感じに思いました。確かに。ありがとう。嬉しいね。私たち選曲妥協しないでやってっから。そう、選曲妥協しない。この場合ってさ、スマホ映るの？あのカウントして。これが映ってます。縦に映ってる。いや。あ、多分横に。横になってる。あ、そうそうそう。やっほー、ありがとう。ね。ナナミさん、昨日はお疲れ様でした。一緒にやったからさ、みんな多分早朝から。そっか、そうそうそう、ありがとう。ウィー集団がいい。あ、そこもありがとうございます。ギフトもありがとう。ありがとう。そうだよ、生放送してきたんだからね。今日はね、でも昼公演あっという間だ。見てたの？ありがとう。力も優しいよね。あ、ちゃちー、楽しそうやった。私頑張ってたね。私たち頑張ってた。ありがとう。なんか最初可愛かった。何も知らないんです。そう、しょうがないな。そう、寒いし風で、そうだ、雨上がりの風ねえ。みんなありがとう。ギフトも雨上がりの空。なんか幼稚園なんか君がかったちゃんと好き。それやろ、それやろ、それやろ。そっか、今から出てきたワード、うん、あ、例えば幼稚園って言ってみたら、あ、今ゲームやる？これから。え、いいね。あ、やろうやろうやろう。ゲームやろう。スタートから始まるよ。Okay. スタート。え、法廷とかもね。スタート。普通にしゃべろう。スタート。普通にしゃべろう。じゃあ。やだ。スタート。やだ。やだ。スタートから始まる歌詞むずいな。スタートから始まる歌詞むずいな。スタート、スタート、待って。ありそうだけど。ありそう。しかも私たちには48グループっていう縛りがあるから。スタート、そうなんか。スタート、スタート。いや、スタートじゃなくていいよ。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 あとさ、そう言われるとむずいね。難しい。難しいね。むずい。むずい。むずいよ。ありがとう。どうしよう。どうしよう、どうしよう。難しいこれ。え、難しい、うん、ね、みんなもコメントで出てこないから分かんないって。難しい。さっき言うね、今うまかった。分かる、うまかった。ね、うまかった。うまい。
いちごミルク、それのフルーツミルク、ヒノ好きだよ。今日はマルチビタミン、ビタミン大事。マルチビタミンのさ、パックのやつあるじゃん。あ、飲んでたね。めっちゃ好きだから、よく朝飲む。あーね、飲んでたね。あと、豆乳のコーヒー。え、豆乳マジうまいよな。さ、ちっちゃい子正しかったよね。手、集中だ。なんか、話そう。取れる、こうだな。なんか話したい。何がいいかな、何がいいかな、くまちゃんありがとうございます。ギフトもありがとう。が夏の恋は誰と誰と誰のことを一番ね愛してるのか教えて、眼差しで来たのに、まぶた閉じて逃げようとして、そう私は今狙って終わっているから、知りたいのあなたの代わりはいない、これからも知りたいのか。もうその後わかんなくなっちゃったじゃん。離れていても空の下、空の下、空の下。あーすごい、すごい、たっぷりなんだったすごい。僕らの知ってる、僕らの指が発見したんだ。ずっと違う、ずっとずっと乗っ取りゲームです。君だけが、君だけが、君だけ。おお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 あーあー、うちはワルトピーポーの、あーあーお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 ー
あれは大声ダイヤモンドってそうなんだっけ。クールシークハッピー、あれよね、あれよね、あー、違
今5人いる。ちなみにゆめとさあやとゆなことななみとひのがいる。ありがとうございます。ちなみにかほは落語の練習してる。えらいでしょ。落語なんか有意義なコメントある。ありがとう。家派ですって書いとこ。何飲んでんの。帰る前によく打ってお飲みくださいって書いてあるの。全然わかんない。振って隣の人の好きなところ。かわいいところ。夢え、軽っ。適当やな。薄っ。ゆめ今日ね、大凶だから。ゆめ今日大凶、今日大凶。ゆめ今日何もついてないの。うん、両方の衣装に物こぼしたし、ね、左右の靴はサイズ違うし、かわいい。いちごみの靴は違うし。平和の子の話もどうぞ。聞きたいこと。え、待って、二人、ね、隣の人の好きなとこやんないの。ゆめは、サイの好きな。ゆめのサイの好きなところ。見た目じゃん。じゃあサーヤが終わった。ユナコの好きなところはやっぱりサンドイッチなところです。キャイ。なんそれ。中身じゃないじゃん。ユナちゃんの好きなところは。ユナちゃんの好きなところは水をよく飲むところです。なんでそんなひどいこと言うの。もっと誇りを持ちない分の水に。水だけじゃないもんね。ひのの、ななみの好きなところは、彼女めちゃくちゃ喋れるんですけど、それを謙虚に自分でね、こう何をやっても反省会してしっかり今後につなげようと努力しているところはやっぱりすごく尊敬するべきところだと思うし、そう、本当に気遣いができる。でも気遣いしすぎてもちょっとなんか気遣いマシーンみたいになってるので、そう、気をつけてほしいなって思うところはあるんですけど、ずっこめよ。ありがとう。好きな衣装はだって。嘘じゃん。なんでみんな赤ちゃんなの。ねえ、なんでここ保育園みたいなの。目の前に赤ちゃんがいます。モニカのサーヤは最強。やばい、めっちゃなんかモニカのサーヤ最強です。ありがとうございます。口内炎できた。うん。口内炎これ。口内炎
だって口内見せたの今口内炎やりなさいよ、うん、ベロに口内炎できて目が踏んだやめなさい、ね、誰かも口内炎しかなしかなツイートで見たツイートで見たツイートで見たよ4日までに4日までに何の方法教えてください明日だよ4日何がでもなんか買ってたよ、こんなに塗るやつ、ね、うがい薬とかで殺菌できるけどね私結構それですぐ治るタイプなんか貼るやつ買ってこれ貼ったら全然痛くなくなったっていうマジ、よかったねって思ったよかっちゃんいるこっちにそう、今日なんかみんな保育園児みたいなんだけどなんでかわいいじゃんねえ全然惚れてなかったこの内容内臓なのってえ何内臓が悪いってことあ、そういうことえ、そういうこと何内臓ができるのかと思った一瞬の内臓に何もないかもしれないんだけどベロは内臓ってことこの内容は内臓だからなってへぇ内臓が悪いってこと内臓が悪いってことあ確かに今内臓ができないんですよ怖いよ怖いってねこれが内臓ってこと内臓が一部が浮き出たのかと思った今内臓の一部が浮き出ちゃうかと思っただからあの肝をブニブニしてるのか痛いよね、うん、あれ内臓だったんだ痛い意味わかんない話伝わってないって皆さん ありがとう怖いよね、でも確かに内臓怖いよ怖いよ昨日さ、ショールームでさ、あの、ケネディ？ケネディ？昨日何？昨日の話を聞いてください、皆さん。昨日ショールームで、はい、そのひのちゃんってどういう人が苦手なのっていう話になったの。苦手な人のタイプってね、うん、私昔からね、思ってるのが一個あって、うん、あ話が聞けない人かなって答えたの、素で、うん、そしたら、みんなコメントで、ゆめちゃんゆめちゃんってゾワゾワし始めちゃってでも使っちゃうかわいそうゆめは泣いちゃった泣いちゃったでもね違うのこれはあのね訂正してほしい訂正してほしいゆめはもうもうそういう人だっていう認識なんだけどその私がくだらない話をしてるのが悪いのお分かり、うん、そうでしょ違うそうなんですよ、うん、違うそうなんですよ、うん、で私が言ってる話を聞かない人っていうのはいや今それ言ったよねってこっちが気持ちになる人ああ真面目な話をしてた時に聞いてなかった人が聞いてなかったなんかその聞いてないっていうのあ聞いてなかったって言えばいいんだけどえこれってどういう意味ってもう一回聞いてくる人いるじゃないなんで今の話で入ってこないんだお前一番かわいそう一番なんでなんかね違うんだよ聞いてるんだけど違う、多分さ、あの情報量が多すぎて前置きが長いんだその、何って言わないからさだから飽きちゃうのかねえまあ、どんどん気づらいからってかわいそう前置きが長いのと、情報量が多すぎて情報量が多すぎて頭が処理できないんだよね、うん、でも、あれだよ、あの、分かりやすいうん、でもこれはそうだからその分、そう、あの、そう昨日のそう、たくさんね、説明してくれるからすごく分かりやすい分かりやすいねえ打ち合わせとやめてなんだっけ、ね、充電器だと思ってしたら全然違う楽しいだよ、ね、これ充電器だと届かない冷静に分析されたあいいなこれなんだっけ、タイプ何ガイドリングね、じゃあヒノが話を面白くするためにはどうしたらいいの違うね、嘘だよヒノだから言ってるんだ知ってるねえ、なんでもうダメ私じゃなかったら心折れちゃう本当にヒノのことみんな大好きなの知ってる知ってるでしょ知ってるほら、じゃあ大丈夫夢がそんなことないよって顔してる演技始まって演技私のことなんてカット私のことなんて興味ないのね大変みんなそうやってシーン3
疲れ様です。ちょっとアイス。はい。あっちやります。何度大物ジャイアン。上の物語のちょっとまとめたら。じゃあ次は重要な。ちょっといちごミルク飲んでから。かわいい。ちょっと待ってください。はい。はい。かわいい。写真だって次。マジか。頑張って。シーン。待って。シーン。キス。しよう。ちょっと俺ごめん。いちごミルクの匂いするかもしれない。まあ俺たちも、まあ付き合って20年経ったし、手をつなぐ。次のステップを踏んでもいいのかなって、まあ思ってよりよりからの待ってね、今の相手誰？ひろちゃん。でも、私、20年もずっと待ってたのに、あなたは何も、何も、私のことを考えてくれないじゃん。カッ！テレフォン違う。知らないよ。何？ごめんなさい。大変申し訳ございませんでした。すいません。すいません。大丈夫。あの女優どうにかしてください。すいません。あれあのユナコがこの私のアシスタント。すいません。でもえな何？今日の撮影以上です。お疲れ様でした。機嫌取り。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあみんなあの衣装脱いで。衣装脱いで。はい。あの私服に着替えてもらって。あ、はい。すいません。ありがとう。あ、やりな。すいません。シーン取り忘れてました。はい。え、何のシーンですか？ちょっと一個大事なシーン。はい。どうぞ。始めます。はい。まあ俺たちも付き合って20年経ったし、手をつなぐこれからもう一本上のステップにつな進んでもいいんじゃないかなって思って。そうね。できなかったの今まで。面白い女。はい、以上です。してて
あ短めで、あ、一言でも、一言で20期の同僚、あ、同僚それはどのように毎日焼肉食べる、あ、毎日焼肉食べる、で毎日これ飲んで、あ、いちごミルク、いちごミルク、ちなみにどの部位が好きとかは、ポンジリン、あ、ポンジリン、リアルのやつ、ありがとうございます、ありがとうございます、続いて、はい、津島家具、津島家具屋さん家具屋さんじゃん、家具屋さん、島かぐやなんですけれども、あの先日報道があって、マネージャーすいません、マネージャーの件についてなんですけれども、あれ一言いただいてもいいですか、続いて、じゃあ三船商店、本当なんですか、三船商店の、そう商店はい、うちの商品を愛用してくださっているということで、はい、この度、CM の方を起用させていただければと存じるのでございますが、はい、おまんじゅうのアンバサダーをおまんじゅうのアンバサダー、そうなんです、はい、うちの三村商店 の、はい、あの名物ですね、はい、アンバサダーに起用されたということ で、 どうで CM の撮影の方どうでしょうか、正直言うと、CM 撮影で20キロ増えました。ああ、おまじをたくさん食べるという CM だった。ああ、ということでしたけど、はいはいはい、商店の。あ、はい、あの、これからも、あの、何十キロも増えさせるように、はい、私たち努力させていただきますので、はい、はい、いつも言っていただければ、大量に、はい。ちなみに、いちごミルクの製造とかって、はい、あ、いちごミルクまんじゅうですか、あ、はい、あの、ぜひ、はい、この度、はい、はい、コラボということで、はい、はい、売り上げも見込めると思うので、あの、東京の方でポップアップがおまんじゅうのポップアップストア、ポップアップストア、ポップアップストア、あ、これはね、そうなので、ぜひ、あ、はい、皆さんいらしてみてください、ありがとうございました、わーん、え、ソナミさん、ソナミさん、ソナミさん、ちょっとサインください、サインください、サインください、ありがとうございます。ありがとうございます。大変大変。カメラにサイン書いてあげてた。大変。楽しかった。すごい。ハリウッド。みんなとショールームするの楽しいね。ね。ありがとう。ありがとう。いいね。サイン書いてもらった。みんなアドリブ。そうだよ。そうだ。実は台本あった。そう、ショールームの台本って実はリハもしてきた、もうちょっと詰めろさっきリハしてこの時期ね、なんかでも公演とかも基本台本ないもんね、うん、おもろいよね、かわいい、ありがとう、そうそう、すごいよ、ありがとうございます、お疲れ、ありがとう、まあ、うん、うん、私は僕の練習してるよ、あ、ななみは開きで髪の毛に行く、はい、あ、じゃあ、あ、ありがたい、私はまだ続けたい、まだ続ける人、髪の毛頑張ります、誰かがいるなら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 、できます、ありがとう、カカ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 
ねえみんな、ヒノ携帯ないから今みんなショールームしか私の SNS 見てないよね。消えちゃった。携帯ないの私。かわいそう。みんなで言ったらイチゴ割りないんだ。かわいそう。本当にかわいそうやな。本当に同情するわ。同情するよね。同情するなら金をくれ。なんだっけ、わからん。昔のドラマ。そうなんだ。わからんとか言っちゃったけど絶対ジェネギャだよね。ジェネギャ。うわ、アイス食べて。アイス、アイス。さあやちゃんからスタンド借りちゃったよ。さあやちゃん。あ、すごい高い。でもさ、サメカズなんかみんな可愛い曲ばっかでさ、あの、まみめもマジで夢って何回言ってんだろうね。わかる？うん、わかんない。違う違う違う、夢ってたくさん言ってるよねっていうのを共感してほしかったの今。夢、夢とか希望とか未来とかめっちゃ言ってんのマジで。希望ついて僕は語ろう。そう、すっげえ夢って言ってるの。だからもうマミメモ公演とかじゃないもん。夢、夢が夢っていう夢夢公演なの。夢夢も公演、夢夢も公演です。私は何だって話できると言うてるのに、うん、しないよ。してるってば。ありがとうございます。ひのもさ、僕らのユリーカとかやりたい。やりな。ユリーカまでちょっと違うか。走れペンギンそこにいて、愛がすげーな。ゆなこの走れペンギン好きだよ。ありがとう。センターのやつ。ありがとう。好きだよ。褒められちゃった。へえ。ねえ。ねえ。その姿が。ちょっと。うん、でも、かせなかった。顔出てきた。やだれでそう。ねえ、この椅子怖い。え、わかる。その椅子怖いよね。じゃあ、攻めたい。どこまで下がるの？だってサマカズナで何の曲やってた？あ、でも早送りカレンダーも好きだよ。さあ、ワンツーシー、あれきりあれきりこれきりこれきりあれきりあれきりこれきりこれきりあれきりあれきりこれきりこれきり。子守歌みたい。え、子守歌歌ってみる。僕たちはあと何回夢が。あ、寝ちゃった寝ちゃった。あ、寝ちゃった寝ちゃった。大丈夫。歌ったみたい。うん、死んだみたい。どうだろう。じゃあ、打たれたふまでするやつ、うん、ドラマに出るんだ。で、手を挙げろ。これ打たれない時のやつじゃない。確かに確かに。で、手を挙げろっつって手を挙げなくて、なんか分かった やろうとしてる。手を挙げろ。いやだね。いやだね。ゆめ、手を挙げとけ。いやだね。お前死ぬぞ。死にたいのかお前。ね、超うざい顔が。ごめんね神よ、どうぞ許したまえ愛を
信じて、うん、信じてなかった私は悪い、私は悪い女です。あああ次に会った人に悲しみを紛らせて、大切なものを失った、大切なものを失った。じゃ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 ん。今のが MV 撮影とかでよくある先読みってやつです。ありがとうございます。 MV の時まだ歌詞ができて5時間とかだったりするんで、その時によくやるその仮歌のところで、そう今のやつで聞き取って歌いながら MV で踊ったりします。シャーベットピンクそうだったもんね。ね、寝てる。眠いね。何時に寝た昨日？3時。ふざけんな！ふざけるんじゃないよ。ねえ、なんで？母ちゃん夜更かししたでしょ昨日。なんでバレてるの？昨日夜更かししてたでしょ。なんで知ってるの？ひなこさ、ひなちゃん家にさ、盗聴器つけてたでしょ。なんだそれさ、今配信してるじゃん。配信中に言うことじゃなくない？夢今働きかけたんだよね。あんた、あんた本当にそんなことしてたの？どうしよう。私が普段ガチャ引いて発狂してるのとかバレてるってこと？私が推したちのアクスタに返しいなって言ってのをバレてるってこと？Yeah.
撃の巨人のやつ。現代の人？現代の人かな。進撃の巨人履修してる？うん。履修っていうの？履修科目みたいな。いやアニメは履修って言うよね。やめてよ。してないです。してないの？私もしてない。私単位取れない。うん。そう。駆逐してやる。うん、わかる。それしか知らない。駆逐してやると、あの。心臓を捧げようしか知らない、うん、ね、うん、多分土初期の進撃の巨人のなんか流行ってた時のやつしか知らないわねえ、初期なんてあるの一期みたいな、あ流行り始めた時、おねえアニメ知ってたよ。知ってたよ。知ってたよ。ひなたさん、うん、知ってたよ。好きなんだよなあれ。わかる。可愛い。そう。何も考えられない。だからひなが喋ってるじゃん。あ、そういうこと。じゃあカメラの画面向ければいい。向けなくてもいいよ。ねえ、じわじわ向けないで。映っちゃいけないのあるかもしれないじゃん。映っちゃいけないのあるかもしれないの。正直の基準バレた。はあ、待って、私がズボン張った口開けてんのバレた。ダサズボン。ダサズボンバレたんだけど。どうしてくれるんだよ。どうしよう。はい。どうしよう。ありがとう。てかメールちょっと送れるようにしたいな。まだ送れないの？スマホこれもさ、エイトもさもう3年ぐらい使ってるのよ。うん、だからさ、いつ壊れてもおかしくないんだよね。安心して。セブン安心して。1、2、3、4、5、6、7、8年目。え、本当に言ってる？安心して。なんか一回交換したんじゃない？8年目本当に7年目か13。ヤバゴロじゃん。携帯が壊れること、はるよね、はるのよ。安心して。13、10年、8、あるのよ。何年か数えられないね。いいな。もう11はだってまだ3年目ぐらいなのに壊れちゃった。かわいい、ありがとうございます。これを機に13にするか、11を保証でもらうか。でもどっちにしろデータは救出したいから今待ってる。13がいい。なんで？なんか新しいでいいじゃん。いや、私のスマホが13がいいってこと？なんで？なんで私のなの？いいにしな、うん、もうこっちの世界に帰ってくんな。でも11無料でもらえて、また新たに13に機種変すればよくね、保証でって考えてる。だから8が卒業、8卒業で11降格、13新入り。やば、強女でしょ。タイリウムありがとう。それが13の値段で買える。あったじゃない。あった。え、何しに終わる？じゃな。ね。もう45分経っちゃった。なくなってきちゃった私。ね、もうさ、だって、で開演までもうあと1時間20分しかない。ご飯食べなきゃ。ご飯食べなきゃ。ご飯ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。今日さ、カレーさんしか食べてない朝から。やだ。え、本当？食べなきゃ。ダメだよ。あ、待って待って待って、ひめちゃんダメ、ごめんね、ごめんね。キキリン表面張力、涙のね、うん。ハタありがとうございます。よし、やめようね、そろっと終わるか。何言うよ、もうみんな。いやー、まあ
公園、夜公園も見てね、見てね。イノはずっと待ってるよ。眠たい。カフェイン取ろう。ない。お茶飲めばいいじゃん。コーヒーでもいいと思う。よし、読む？ランキング。だだ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 。十三位のむさん。十三位うみさん。十三位ありがとうございます。十二位しんちゃろさん。十二位ディアさん。ありがとうございます。なんて読むんだ？十一位千木星さん。十一位ゆうちゃんさん。十一位カラコヤさん。ありがとう。10位秋田の新夜パンさん。10位ヒロさん。10位慎吾さん。ありがとう。9位むっちゃんさん。9位ガティさん。飯山さん。ありがとう。8位トールさん。8位まごちゃさん。8位カイヤトさん。ありがとう。7位ベロさん。7位慎吾さん。7位ハントムさん。ありがとう。6位突破級さん。6位トーカーさん。6位キムさん。ありがとう。5位新潟カズさん。5位ナオくんさん。あれ待って、8位って読んだっけ。読んだ合ってる。ごめん、6位5位ジンジンさん。ありがとう。次4位、うん、4位新潟、ごめんなさい、4位ひよりげたさん。4位青森からさん。4位ミミレパパさん。ありがとう。3位ひろしさん。3位マキアトさん。3位トウゴさん。ありがとう。2位昔からうちんさん。2位トミノスケさん。ユキさん、ありがとう。1位トマオさん。1位マミマミさん。タカアキさん、ありがとう。ギフトもありがとう。みんな何派なの？ありがとう。みんな何派なの？あ、ゆめ、ごめん。ショールームに語りかけてるのかと思って。みんな何派？そればかりは本当にごめん、話してた、ごめん。何派なの？やってる？みんなは全然やってないけど家。まあ家だよね、わかる。だって、みんちゃんの欲しい。ね。欲しい。あ、この人たちはマジでライト持ってないから。欲しい。わかる。欲しいよね。そうなんだよ。みんな、家派、スイッチ買って。でゲーム部入ろうって私たち策略立てて、三村はあの三村たちはもうなかったっけ、もうなかったっけ、確かになんか、ひなちゃんのファンネームなかったっけ。ないちなみに言うと私はファンネームは作ってない、ちなみに。あ、そう、三村たちはそう、このショールームで50万ポイント達成して三村のファンの人はこの任天堂スイッチのためにショールーム見てくれるからゲーム部に入ろうって思わせる策略なの、ほぼ私たちの。ねー、ごめん、無理しないでね。ということで頑張ろうね、夜公演も。それでは皆さん、またバイバーイ。ありがとう、ギフト。